皆さんこんにちは。ここは近鉄京都駅です。今回は難波の方へ向かっていこうと思うんですが、今回は近鉄特急で、ね、移動していこうと思います。ここ近鉄でね、京都から移動する際っていうのは大抵吉野、橿原神宮、また奈良方面にね使う人が多いと思うんですよね。難波方面に行く際っていうのは JR 線、そこからまた地下鉄等を利用する人が大変だと思います。ただここ京都から1日1往復だけ近鉄特急青荷吉っていうのが出ているんですよね。青荷吉っていうのは基本的に京都から奈良間を1日 2,3 往復しているんですが、1日1往復だけね北陸を見をかけて京都から大阪ナンバーで運行されています。なので今回は京都から大阪ナンバーまで近鉄特急青荷吉に乗って移動していきます。近鉄京都駅の改札口にやってきました。今回乗車券はこちら。乗車券はトイカ、そして特急券は京都から大阪ナンバーまでです。ちょっとね重ねてあるの分かると思うんですけど、青荷吉っていうのはね一人では乗ることができません。一人で乗る際っていうのは最低でもね2人分の金額払う必要があるんですよね。なぜかというと、券面見てもらったと分かる通りツインって書いてあると思うんですけど、座席の種類的にねツインかサロンしかないということで、ツインは2人席、サロンは3人か4人になっています。なので1人乗る際でもあっても2人分買う必要があるんですよね。でこちら IC カードで改札に入場していきましょう。あ、今見たんですけどね、 QR って出ていますね。いやこれはなんかあるんですかね。いやこれはすごいです。ゆるゆるしか見たことありません。今回乗車していくのは16時10分発特急青荷吉大阪難波駅です。停車駅は丹波橋、大和西大寺、奈良、学園前、生駒、鶴橋、大阪上本町、下にはこの電車は奈良駅を経由します。青荷吉っていうのはね大和西大寺から近鉄奈良間、これ重複するんですよね。ただ青荷吉乗る際っていうのは特例でね一括で大丈夫になっています。近鉄京都駅というのはモーター式ホームになっています。青荷吉が発着するのはね2番乗り場なんですよね。現在2番乗り場には16時1分発橿原神宮前行き急行が停車しています。高齢者が発車した後16時6分頃にね近鉄奈良からの青荷吉として入線してきます。京都行きで入ってきて一度ね回送の枠になるんですよね。回送の枠になった後に行き先の方向になるということになっています。大阪難波行きになるんですけど、ね、大阪難波を飛ばしました。側面表示というのは回送になった後ねすぐに大阪難波になるんですよね。この扉というのは片開きの押し戸式になっています。無理やり押したらね熱そうな気もしますが絶対にやってはいけません。シートの車内はこんな感じです。今回座る席は 3AB ということで、 3AB というのはこちらになっています。 AB というのは対面式、 CD というのはねこれ斜めにやって座るんですよね。こっちの方が良かったんですけど満席でした。奈良経由大阪難波駅ってかなり違和感がありますね。停車中にやってきたのはこちらの販売カウンターです。販売カウンターでは、ね、このようなバターサンドだったり飲み物、またグッズ等を、ね、販売しています。で今日は、ね、まさかの本日分の大仏プレーンを販売しました。大人気ですね。
っぱせっかくなんでこれ買っていきましょう。ごとき青吉にはワカンダの隣にね、記念乗車証というのがあります。乗車の記念にね、1枚持って帰ることができるんですよね。このようないい感じの画用紙みたいなものになっています。なんか裏変わりましたね、色黄緑だったんですけど赤になりましたね。青吉というのはサロンツイン含めリクライニングとは倒れません。肘掛け等を見てもね、リクライニングが倒れそうなものっていうのは一切ないんですよね。ただこれリクライニングはないんですが、結構ねそれなりに快適なんですよね。16時20分、京都駅をね発車していきます。ここから1時間14分の青荷吉の、ね、旅となります。車内販売でこういった商品購入しています。季節のジュースとバターサンド単品ですね。季節のジュースというの毎回思うんですけど、毎回変わらないんですよね。これなんか青乳脂のバターサンド若干味が変わっていた気がします。武田通過前に京都方面からのね、京都市営地下鉄と合流します。そして列車は武田駅をね通過していきます。バターサンドこの味でしたね。レーズンとかなんでしょう。なんか冬場だけ一回変わってたきますが、戻ったんですね。これちょっとレーズンと何味かちょっと不明です。めちゃくちゃ美味しいんでね、持ったら買うことをお勧めします。まだ大仏プリンっていうのは京都駅にも売ってますので、ぜひ。京都を出てから6分で最初の停車駅丹波橋までやってきました。16時27分、丹波橋駅をね発車していきます。いや本当この照明おしゃれですよね。車内です。こちら側にはね、奈良の本だったりキャリーバッグ、そしてここにはねベンチといったものがあります。このようなものはよく、まあ、ハンクトキハルカとかでも見かけるわけなんですが、本のコーナーだったりね、こういうなんかソファー広場っていうか、こういう座るところっていうのはねあまりないですよね。また謎の形をしています。しかもタイでもありますからね。またこの座席っていうのもね、鉄道っぽくないですよね。これが鉄道と思う人は少ないと思います。しかもね、照明だったり、あ、夜に見たらおしゃれなんでしょうね。この列車残念ながら夜には走りません。新田辺より先っていう区間っていうのはしばらくはね JR 東西線片町線との並走区間になっています。片町線っていうのはねかなり本数が少なくなっておりますので、ここでね行き違いすれ違いの様子っていうのはまあ見れないんですよね。1時間に1本程度となっています。最大時到着前に後から通る学園前方面からのね近鉄線と合流してきます。そうすると列車はね京都から31分、1分遅れで大和西大寺までやってきました。この列車大阪難波行きなんですが、ここでね進行方向は変わらないんですよね。
16時51分2分遅れで大和西大寺駅を発車していきます。この電車大阪難波行き特急なわけなんですが、大和西大寺からね生駒方面に出ずにここからは奈良方面へね発車していってるわけです。大和西大寺というのは発車奈良方面のねポイントがほんとぐちゃぐちゃになっています。確か日本一なんですよね。列車からでは少々見づらいんですが、駅からだとねかなり分かるように見えていきます。大和八木方面のね路線と分岐していきます。ちょっと列車があるということで見づらいんですね。なので進行方向が変わりますという放送があったと思うんですけど、基本的にはねこの区間というのは重複してしまいます。なので大和西大寺でスイッチバックがなわけなんですが、特例的にね奈良で重複しても OK って感じになっているんですよね。普通列車は大和西大寺を発車するとね平常旧跡が見えてきます。進行方向どちらにもね楽しめるようになっています。奈良線というのは大和西大寺を発車するとね平常旧跡を見えるようになり、新大宮を通過します。新大宮を通過するとね本日奈良線地下の区間へと入っていきます。京都を出てから36分、1分くらいでやってきたのが近鉄奈良駅です。駅名標の横にある、ね、鹿っていうのがちょっと可愛いですよね。この近鉄奈良駅っていうのは通常であれば5分ほど停車します。ただ1分ほど遅れたということで4分ほどの停車になっています。近鉄奈良駅停車中の車内の様子です。近鉄奈良からもね乗ってくる人っていうのが多少いるんですね。なお奈良で降りた人の方が多くなっています。17時ジャスト定刻通りに近鉄奈良駅を発車していきます。走ってきた方向とはねスイッチバックをし、ここから列車は大和西大寺まで戻りね大阪難波へと目指していくわけです。列車は2度目の新大宮駅を通過していきます。AB 側のね平常旧跡を移したということで、次 CD 側を移していきますが、なんか工事しているんですね。あと西大寺駅を通過していきます。先ほどはね大和西大寺駅扉も開いてね完全に降りれたわけなんですが、2回目の大和西大寺は通過していくんですね。大和西大寺から大阪難波方面にね青い星乗った際っていうのは、あれ難波方面乗ったのに奈良行ってしまったよっていうのがそういうびっくりする感じもあるかもしれません。まあ、ただ運転停車するんですね。数秒だけ停車してね大和西大寺駅を発車していきます。先ほど走行してきた京都方面とねお別れしていきます。間違えて京都方面に戻ったらね、ただ京都を往復しただけ、奈良を往復しただけになりますからね。学園前方面に進んでいくわけです。大野市にも近鉄特急名物のおしぼりっていうのがあるんですよね。お一人様1本までということで一つねもらって帰りましょう。青みよしというのはまだ乗ってないんですね。はい、変なとこ釣ったかもしれません。海もねちょっと足りなかったので2杯目買ってきました。お茶とか売ってくれたらいいんですけどね、水が売ってるのかもしれませんですけどお茶っていうのがありません。列車は現在学園前駅停車しています。17時10分学園前駅発車していきます。
列車は石切駅を通過しました。いや、石切を通過するとやっぱこの景色ですよね。大阪難波方面だと進行方向右側、奈良方面だと進行後方向左側に大阪府を、ね、一望できる景色というのが見えてきます。生駒駅を発車するとね、進行方向右側には注目しましょう。夜間帯に走行するとね、大阪の夜景が綺麗に一望的に見えてもっと綺麗なんですが、まあ、このもうちょっと暖かくなってきたこの時期にね、この時間っていうのはまだまだ明るくなっています。大和八木方面からのね、近鉄線と合流していきます。 JR だったらね、何々線と合流、何々線と分岐とか路線名もいいわけなんですが、この近鉄ね、あいにくそんな詳しくないということで何々線とはわからないんですよね。青のシンフォニーは吉野線と南大阪線とか、今日最初この列車はどうなの、京都線、近鉄京都線とかそういうのはあるんですが、この辺あいにくあまり詳しくありません。下の方からね、伸びてきています。ちょうどね、アベノハルカスが見えていますね。京都を出てから1時間9分、やってきたのは鶴橋駅です。普通電車大阪上本町駅まで停車しています。大阪駅の方へ出る際はね、多分こちら鶴橋でね、 JR 環状線、大阪環状線乗り方が早く着くと思うんです。所要時間的にはこの青いを処理てからは環状線の方が長いわけなんですが、この何倍行くぐらいだったらね、多分そうした方が早くなっています。7時30分鶴橋駅をね、発車していきます。近鉄日本橋駅を通過していきます。この駅を通過するとね、次の終点大阪難波まですぐですよ。じゃあ先生、バイナスさん、京都を出てから1時間14分、帝国通りやってきたのは終点の大阪難波駅です。乗ってきた元スナックカー1万2000系の列車っていうのは配送列車となります。翌日のね、第1便、大阪難波発京都行きの運用に備えてね、本日は車庫でもうこれでおねんねするわけです。この列車は本日運用終わりなわけです。この青鬼押しっていうのはね、上のライトがついた状態で地下駅にいる時が一番かっこいいような気がします。今回この動画は京都から大阪難波まで青鬼押し号でね、移動してきたって動画でした。こちらの青鬼押しにはね、本当5回ぐらいお世話になってるんですが、これまで全てね、京都発奈良駅もしくは奈良発京都駅ばっかり乗ってたということで、京都発大阪難波駅、大阪難波発京都駅とは乗ったことありませんでした。いや、青鬼押しね、1時間乗ったことっていうのは結構なかなかいいですよね。ちょうど発車するということで、これお見送りしたらね、動画を終わろうと思います。ということで、それでは本動画をここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。